琵琶湖の外来魚。琵琶湖に行くと、たくさんの釣り人たちがいる。サルゴリラのように青春の魚や人生の魚を釣る人もいるだろう。だけどその夢の魚を捕食する外来魚がいる。外来魚は在来魚を捕食したり生息地を奪ったりすることで在来魚の生態系に大きな影響を与えています。琵琶湖には現在10種以上の外来魚が生息すると言われます。その中でもオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュの4種は特に在来魚や生態系に大きな影響を与えているため、滋賀県によって有害外来魚として駆除対策の対象になっています。オオクチバスはアメリカ原産の大型肉食魚です。全長は1メートルを超えるものも多く、在来魚を捕食して生態系に大きな影響を与えています。コクチバスはオオクチバスとよく似た魚ですが、全長は50センチメートル程度と小型です。繁殖力が強く、短期間で生息域を拡大する可能性があります。ブルーギルはアメリカ原産の雑食魚です。定性生物や藻類を捕食することで在来魚の餌場を奪うなどの影響を与えています。チャネルキャットフィッシュはアメリカ原産のナマズです。繁殖力が非常に強く、琵琶湖に定着した場合在来魚の生存を脅かす可能性があります。琵琶湖の外来魚は主に以下の3つの経路によって琵琶湖に侵入したと考えられており、滋賀県ではこれらの経路を断つための対策を実施しています。釣り人による放流や観賞魚の放流、水路や河川の回収などです。琵琶湖の外来魚は在来魚や生態系に大きな影響を与えているため、滋賀県では有害外来魚の駆除や外来魚の侵入を防ぐための対策を継続して実施しています。